英検取ってもらおうかなと思って。聞く、うわ、話す、あ、wrist、 ガッチッガッガッチッ、なんか言うね。これで渡辺直美になれますね。そうで始まりました、もっちチャンネル。さあ今回はですね、大学受験に挑む丸井るいさんにおいでいただきました。ピチュ、はい、こんにちは、丸井るいです。はい、なんで着物そうです、着物、これみんな500円です。500円、これ1000円かな。着物買ってる場合じゃないです中学校の文法終わったということで、はい、英検取ってもらおうかなと思って。英検、はい、私に。そう、まあ受験の勉強だと読み書きだけですけど、英検となると聞く、うわ、話すもできなきゃいけないので、なんで今回は助っ人をお呼びしました。誰ですか？デリーゴーです。あー、エルサだということで、エルサスピーク挑戦してもらいたいと思います。はい、 AI のアプリケーションで、はい、リスニング、そしてスピーキングの力を鍛えるアプリケーションになりますので、ちょっと英検に挑む、まあ3級は多分いけると思うんで。本当ですか？はい、ちょっと順に2級目指していただこうと思いますので、はい、はい、じゃあちょっとやってみましょう。はい、L と R の発音チャレンジ、サマー先生ってあったんで。サマー先生、 Right、 いきます、はい、Right。 おお、びっくりした、ダメだったのかと思ったら、はい、なんか一瞬ダメそうな音しましたよね。 Rain、 Rain、 何ですかこのフェイント。 Rice、 Rice。 おお、切るんだ。Ring、 Ring。 おー、 Read、 Read。 もうこれで渡辺直美になれますねニューヨーク行けますかこれで。 Pray、 Pray。 意味は知ってますか？祈る。あ、正解。ちなみに上級にするとこれ全部をチェックしてくれますんで。P がダメですって言ってます。まあ、もっとみたいな感じで。上級で書いてみましょう。Play。 おお、上級。Draw。 ね、そう、 O じゃないんで。Draw。 あーって O じゃないんでね。Draw。 母音がちょっと難しいです。おー、やったー。 Run around。 Run around。全部でこっちでやればいいですね、はい。あ、そしたら OK ですか、これ。 R の音だけ。 Get ready for work。 Get ready for work。 悪くないですね。ワークがダメですね。 I'm in a rush。 I'm in a rush。 No time to rest。 No time to waste。 West じゃないです。 West じゃないです。めちゃめちゃ飛行機の音で。あら、あ、やっぱ暑くなっちゃったな。冷房止めるととんでもない。暑いし、でもつけると寒いんですよ。温度変えれば。あ、温度変えればいいのか。No time to waste じゃないですね。西が何になっちゃいますか？あ、東か。タイムは時間です。No time to rest。おお。Gotta run。Gotta run。おお。行かなきゃって意味なんですね。Gotta go。ガラゴーって聞いたことないですか？行かなきゃ。ガラゴー。ビッグバンの歌にガラガラゴーっていうのが。へえ。ガラガラしてますね。One。え？あ、こっち。Wrist。さあ、L versus R 出てきました。え？どっち ？Wrist。え ？Wrist。え ？Wrist。さあどっち？ Wrist。 ちょっと待ってください。横にあるこれ何なの？ Wrist。 ゆっくりやってくれるか。ゆっくりやってくれる。いきます。おお。なんかちょっと W 聞こえた気がしたのは気のせいですか？ああ、まあそれは W はないんですけど、うん、そういう風に後藤の R はうみたいなのが聞こえるんです。確かに後藤の R、 後藤がわからない。頭か。ツッコミの人じゃないですよ。後藤の R。チェーン。あ、これはチェーンですね。チェーンってなんだ。チェーンって日本語のチェーン。あ、そう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 、チェーン。鎖。そうそうそう、それ。ドラー。え、こっちじゃないかな。ドラー。うん、ジョーは知ってますか？なんだこれ。ジョー。
ジャワカレーの。ジャワ、あれは V ですけどね。ジャワは顎です。あ、え？チンは何ですか、ジャワ。ここの顎ですね。このジャ、こういう顎です。へぇ、ジョーズってほら。あ、こういうことですか、顎。あの、こういう顎ですね。Tweet。さえずる。ああ、そう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 。Twitter はここから来てますね。うん。Twitter。これはあれですね。Tweet。処置。ああ、まあ、するとかね。はい。Treatment が名詞ですね。おお、やったー。いいんじゃないですか、これ。楽しいですね。Hungry。あ、なんだこれ。そう、こうやってここを強く読むんだよ。うん。英語って強弱が大事なんで。アクセント。そうっす。Hungry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 。But already。Already。別にこうやる必要はありません。Already ってやる。俺そういうイメージですよね、なんか。Everything。Everything。おお。Umbrella。Umbrella。おお。やったね。You look stressed。これ苦手なんだよな。Is everything okay？ あ、ストレス感じてるように見える。うん。大丈夫ですか？うん。Yay！I've just been running around. 毎日走ってるよ。うんうん。どういうこと？え、ストレス感じてるように見えるよ。大丈夫？うん。イエーイ、毎日走ってるよってどういうことですか？ It's everything okay ですから、大丈夫って言って、いや、大丈夫ですってことですね。あ、毎日走ってるぐらい元気だよってことですか？疲れて見えるけど、大丈夫なのって言われて走り回ってたからってことですね。そういうことか。だから疲れてるように見えたってことです。なるほど。ストレスを感じているようだけど大丈夫？うん、今日走り回ってたからね。あ、そういうこと、うん、聞いていいですか？ Yeah, I've just been running around all day. Round all day? Yeah, I've just been running around all day. Would you like a cup of tea? うん、意味は大丈夫ですか？ Would you like a cup of tea? 一杯お茶いかが。はい。 No time to rest. 休んでる暇はない、うん、I've got to get ready for work. あ、うん、仕事に行く準備をしなきゃいけない、うん。No time to rest. I've got to get ready for work. Got なんですかこれ ？Got。そっか。Got ready。んちょ Got。ん、なん、なんだこれ ？Got to get ready。Got to get ready。Got to get get get。なんか言う。ロボット壊れた。I've got to っていうのが have to の意味です。Have to は意味してますか？しなきゃいけない。あ、そうそう、同じです。I've got to っていうのが。へえ。I've got to got to get got to get。I've got to get ready。No time to rest.I've got to get ready for work. ここがなんかガチャガチャしてます。Got to get. No time to rest. I've got to get ready for work. どこをチェックされてるんだろう。Rest ですね。上級にすると、work とか、rest、ready もダメでしたね。Ready、ready、work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 、もう習った音でさっき。Work、work、work、はい、大丈夫。Are you hungry?I can make you something. お腹空いてる？何かあなたに作れますよ。うん、うん、作ってあげよう。いりません。はい、私は今、うん、あ、さっき出てたやつですよ、ラッシュ。ラッシュ？さっきあった。あ、通勤ラッシュ。通勤ラッシュって言われても、急いでることですね。あ、急いでる。はい。No thanks. No thanks. No thanks. そう、No thanks. No thanks. I'm in a rush. あ、サンキューってこれ、thank you なんですか？そうです、thank you。まだ th ですかね、s じゃないんで。もう iPhone のやつ、サンキューってやらないと出ないんですよ、これ。thank you だと。どういうこと？カタカナでってこと？カタカナでサンキューってやらないと、このスペルが出ないんですよ。thank you。アルファベットで出しましょう。thank you。thank you。thank you。no, thank you。まあまあ、母音は、え、あと、えの間なんで。thank you なんで。thank you。これ、thanks。thanks。no, thanks。thanks。I'm in a rush。はいはいはい。No thanks. I'm in a rush. Oh. You're leaving already? 離れる準備はできてますか？もう出発するです。あ、出発する。もう行っちゃうのってこと。Got to run. Got to run. 走るよ。電車逃せないから。うん。Got to run はさっきやりましたね。覚えてますか？これちゃんとね、積み上げ式でお勉強していきますから。Got to run. Got to run. ん？ガラっていうのがさっきのハフトゥーです。走らなきゃいけない。ガララン。あ、またなんかガラガラしちゃって。ガララン。ガララン。I don't want to miss the train. Mr. Train. Mr. Train. Mr. Train って聞こえますね。Mr. Train じゃない。Mr. Train ですね。Mr. Train。逃せないですね。ガララン。ガララン。ガララン。I don't want to miss the train. 頑張れって。
から run。 あ、舌先はどこにも触れないように。そうそうそうですよ。え、そうやってやっちゃうと L になっちゃいますから。 gotta run run gotta run gotta run I don't want to miss the train。 え、 run が言えてないですね。 run 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 run。 そうですね、run. そうそうそう、くっつけないで舌をどこにも、ね、run、はい、gotta run I don't want to miss the train。おお、できた、ねはい、やった。え、下先をくっつけない。 Don't forget your umbrella。 傘忘れないでね、うん、分かってる。はい、雨降ってたこと忘れてた。降ってた、まあまあ降ってるのね。はい、降ってるの忘れてた。 I forgot the I forgot it's raining I forgot it's raining Right I forgot it's raining。 できた、やったー、全部クリアしました。やったー、どうですか、ね、意外と R できたんだなっていう感じですね。やったー、レベルを上げてってもらって。打倒ナオミ倒さなきゃいけないんですか。そうそうそう、ダメですよ、チャミスル置いてるようじゃ。酒が置いてあるじゃないですか。チャミスル、でも封開いてませんよ。封ってお酒飲んでる場合じゃないですよ。場合じゃないですね。ちょっとお勉強してやっててもらって、はい、これ、まあ、世界進出をちょっとね目指して、はい、やってもらうんで、まあ受験はあくまでステップですから。はい、ステップ、はい、ステップですね。こう上がってってもらうので、はい、そして将来はねスターになってもらうんで、ニューヨークで、はい、ニューヨークで頑張ります。綾部みたいにまだ英検目指すということで、はい、ちょっとやっぱね準2か2級どっちかな。2級取れますか私。まだ無理です。だから時間はただあるのでうん、うん、そこまでになんとかねちょっとレベルを上げてもらわないといけないなという感じなんで、はい、まあぜひですねこういう風にやったらいいんじゃないかってやったらコメントをお寄せください。エルサはですねその AI がこういった形でチェックしてくれますので概要欄に貼ってありますので、はい、キャンペーン等もチェックしておいてください。お願いします。はい、ということで今回はルイさんにエルサにトライしてもらいました。はい、ありがとう。そっちじゃねえはい、ありがとうございました。 Thank you for watching。